大さん、はい、来てもらいます。すいません。いえいえ。前回、戦国 MC バトル、オリジナルビート募集したところ、大変好評で、そう、本当にかなりの数がオリジナルビート来まして、めちゃめちゃ聞いた。はい、ありがとうございます。そちらの方バンバン、バトルビートにも絶賛公開してるんですけど、そちらのバトルビートまとめた CD が、なんと今年の、秋、もしくは冬あたりに発売いたします。おすごい、マジです。すごい。こちら、詳細はまた追って、公開しますのでよろしくお願いいたします。ということは、はい、まだまだ新しいビートを募集して、はい、この CD に入れちゃおうじゃないかと。そうです。ちなみに今日も決勝戦はオリジナルビートでやりました、はい、ということは、はい、ねYouTube とかでも流れるってことですか。流れます。で、ちゃんとクレジット出しますんで、はい、結構ね、俺これからビートメーカーっていう人はもう名前結構すごいね、 YouTube 回転数になるじゃないですか。なります。本当になんで、そこであなたの名前も刻まれるかもしれない、はい、MC バトルも用してください。よろしくお願いします、ね、CD にも入るかもしれない、はい、というわけで、はい、なんで今どんどん募集してますので、うん、こちらの方この辺ですか。そうですね、よろしくお願いいたします。矢田さん、なんか注意はありますか。注意はですね、僕的には、はいはい、結構サンプリングまあいいんですけど、まあ声ネタ、歌っぽいのとか入ってきちゃうと、やっぱりメインはやっぱり MC バトルとかラップなんで、それに被っちゃう意味で僕は声が入ってるのはほぼ使わないですね。あとはやっぱ遅すぎたり早すぎたりも結構使いづらいんじゃないですか。どうなんですかね。まあでもまあバリエーションあって、いいんですけど、まあ定番っぽいのでもいいし、まあでも自分が本当にラッパーになった気持ちでこのビートでだったらバトルに合うんじゃないかなっていう感じでですね。あとやっぱこうバトルだからやっぱこうね、戦うたぎる系がいいっすよね。ぜひ、はい、そちらの方お願いいたします。あとはやっぱあれですか、スーパーサグっぽい感じみたいな。スーパーサグっぽいのがいいかなって。あ、いいっすよね、はい、知ってる曲大好きですそういうのを募集しております、はい、だから大胆なサンプリングはやめてください大胆なサンプリングはやめてください大胆なサンプリングはやめてください、よろしくお願いします。はい、募集また再びします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れです。